はい、スタート。まあ、ほぼ同時にスタートさせたということで、あ、これはね、早い、早い、あ、最後、おお、はい、アリウ酸水素ナトリウムを50入れて、であとそれをねフリフリして溶かすという、その間にでんぷんが今できるので、ね、大体でいいです、50、うん、はい、じゃあフリフリして、ね、フリフリフリ、口を持ってくるくるって回すと結構うまく溶けるかな。じゃあこれ溶かした想定ね、溶けました。あ、溶けてますね。はい、じゃあ今こっち、でんぷんをね加熱して、今溶かしてるから透明になってるでしょ。チャカ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 ってちょっとにして、でそれをね全部この中に入れちゃってくれる。はい、全部移しちゃいます。でこうやって移しちゃったのが、アリウ酸水素ナトリウムのでんぷん溶液です。スーッと、うん、上の方までスーッと、スーッと、人差し指スーッと、はい、いいでしょう。じゃあこっち移して、スーッと離し、指離して、そうそうそう、それで、いや、切りました。カレンダー見てみましょう。切りましたよ。見ました、ポイントが。これプロのプロの技ね。いや、これ冷圧足りない。そういうこと、ね、はい、次切って。じゃもう一本だけ取るね。じゃこれピエットもう一回使うから、これ戻して、出てないな。でこれで今1ミリね、次2ミリね。でこれほら、あの科学実験の本当基本中の基本なの、これ。もうホーリーペット使ったり、分析科学っていうんだけど、濃度を決めたり、そういうほら標準のものを規定をするもの時にこの操作って必ずやるので、基本なんですよ。でこれ2ミリね、はい、でスーッと落として、目に1ミリ、2本目に2ミリ、そして同じように3本、4本、5本目に3、4、5、栄液が入ったことになるわけね。はい。全然落ちないな。あったかいからか。普通に、もうすでにか。いいっすよ、それで。栄液が1、2、3、4、5ミリ取れました。はい、じゃあこれ戻して。はい、次。はい、こう戻して。そうそうそう。そしてこれが5、4、3、2、1ってなってるね。で5はそのままで、4はそういう意味です。そう、うん、そして1ミリの水をこの4のところに入れれば、はい、でこっち移してもらうかな。そうだね、そう、その1で、そうそうそう、そうすると5ミリのやつはさっきの濃度でしょ。これは1ミリだけ水が加わったってことなんだよね。ちょっとだけ薄まったってことね。じゃそれもう一回使うかもしれないので、こっち戻して、じゃ今度は2ミリ用のピペットを、ホールピペット2ミリ用のやつを今度真ん中の方でね、 そこまで取るから、ここが1、次これ2ミリ、真ん中が2ミリの水だよね。で3足す2か。でこっちは2ミリ入ってたから3ミリのピペットで3を足す。はい。でね。じゃあそれやって続けて、じゃあ一回もう切ります。はい。この映像を見ながら実験をやる時代にしたいわけ。こうスクリーン見ながら、こうやって見ながら、こう。そっちの方が早いじゃん。見た方が分かりやすい。断然早いの。言葉で何度言ったって、これさ、栄液をどうすれば B 液です。これ何度も同じことをお話ししなきゃいけないじゃん。そういうフォーマットになるのも一つあれば、全国それを全部使えるわけ。それを狙って、あ、全部喋っちゃった。ネタを回しちゃった。どこ？溶かして、うん。これがだから、エオソ酸カリウムで、これが B 液になるわけね。あとはこれさっきのと混ぜるだけなんだけど、イオソ酸カリウム溶けにくいみたいだから、こう溶かしてはツンツンやって、端っこにこう寄せてツンツンすると溶けやすいんじゃないかな、溶かしやすいんじゃないかな、こう
そうそう、片方に寄せてツン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 って。ね？溶けましたか？溶けました。はい、はい、溶けてますね。じゃあこれが、B 液。じゃあこれとさっきの液混ぜます。このガラス実は実はこれは、はい、福島市内にありました。664 5mm B 液を 5mm を、これは今度は全部 5mm ずつ入ってる入ってる入ってる、これあいつもう一回入れ、はい、じゃあこれで B 液を 5mm を5本の試験管に移します。そう、片っぽの濃度を一転写しておいて、こっちの濃度だけを反応物の別の方の濃度を変えるから、それでじゃあ反応の時間がどうなるかっていうことをこれから測ってみよう、時計で測ってみよう。反応するまでの時間っていうのは、ヨウ素澱粉反応って紫色になるから分かるんです。澱粉とそういうこれから色の変化が出る線のせいでやるか、実際にここまでの作業が面倒なの。じゃあ行きますか。じゃあゆっくりね、3、2、1、はい、スタート。まあ、ほぼ同時にスタートさせたということで、あ、お、これはね、早い、早い、あ、最後、お、お、すごい、初めて見た。これめっちゃ綺麗だよね。ね、まあ、この間やってみてグラフで書けるわけだよね。うーん、これ4本目が結構時間かかると思うけど、あ、ゆっくりきたな。じゃあ5本目はぬるりと結構かな。この1濃度が5、4、3、2、1みたいな感じだよね。で、単純にここまでが、例えば10秒かかったからといって20秒ではないんだよね。ほら、2乗の2乗、この場合は2乗かかってないんだけど、じゃあここちょっと変わるまでね、取ります。ゆっくり、多分水温が、水温も関係あるんで、冷たかったかもしれない、水がね。変わる様子ないですか。切れがだんだん、ちゃんと濃度でちゃんと曲線、あの直線引くと大体それその通りになるはずなんだけど、ちょっとなんかかかってるこれね。濃度だけじゃないんだろうね、きっとね、温度とかね、分解しちゃったかもしれない。いやこれ最後のところが色が変わると取れないとちょっとえって感じ。でもここまで変わっ4本目まで変わってるから必ず変わるはず、時間はかかるけど。いや、唾液入っちゃったかもしれないじゃん。うん、あ、唾液関係あるかもね。あのアミラーゼ。唾液が欲しい。ヨウ素伝播。喋りすぎ。喋りすぎ。うん。ちょっとこうね、こう。あ、来た。お、え、全然さっきと違うじゃん。ぬるりとね。上から行く人ね。あ、確かに。そうね。他の人たちは真ん中綺麗、やっぱり濃度が薄いから、こうやっぱり波があるっていうかさ、濃度の偏りっていうか、でも上の方からわーっと変わったよね。はい、うん、いや、うん、曇ってない、気のせい、そういうのが、ね、はい、取れました。